アルバートは日本の競争馬。主な勝ち倉は2015年から2017年のステイヤーズ・ステークス、2017年のダイヤモンド・ステークス。2011年2月7日、現役時代に中央で6勝を挙げた母フォルクローレの5番子として誕生。翌2012年のセレクトセール一歳場市場に上場され、林正道によって3000万円で落札された。 美穂・堀信行き級者に入級し、6月23日の新馬戦でデビューするも、13着と大敗。休養を挟んだ2戦目の未勝利戦で変わり身を見せて、初勝利を挙げた。この後、100日総特別は3着、ベゴニア賞は6着に敗れこの年を終える。1月の形成杯から指導し8着。その後は勝ちきれないレースが続いたが、 10月の500万、下を制し2勝目をマークし、1000枚クラスに、昇級した。2015年ステイヤーズ S のゴール前1000万クラスに、昇級後は勝ちきれないレースが続いて500万クラスに、高級も、8月の500万下から条件戦を3、連勝して挑んだ、ステイヤーズ S を5場審査で圧勝し、重勝初制覇を果たした。指導戦となった日経賞は4着。 続く、天皇賞は六着と敗退。秋に入り、アルゼンチン共和国媒で二着に入ると、ステイヤーズステークスでは、単勝1.3倍の圧倒的支持を集めた。レースでは先に抜け出したファタモルガーナを、ゴール前で、首差捉え、連覇を達成した。暮れの大一番、アリマ記念は七着に終わり、この年を終える。年明け初戦のダイヤモンドエースでは58キロの、 トップハンデを跳ねのけて解消し、重勝3勝目を挙げる。しかし、本番の天皇賞は、北三ブラックの5着に終わる。秋初戦のオールカマーは7着、アルゼンチン共和国媒は4着と制裁を欠いたが、3戦目のステイヤーズ S では前年と、同じく単勝1.3倍の断然人気に押され、直線で先に抜け出したフェームゲームを捉えると、 最後は2馬進半の差をつけて優勝。JRA 史上10投目となる、同一重賞3連覇を達成した。半身対象点から指導し、福永祐一との初コンビで2番人気に押された。しかし、後方からレースを進めるも伸びきれずに4着に終わる。3年連続での出走となった、天皇賞は8着、続く宝塚記念も13着と惨敗が続いた。秋に入り、 京都大商店は3着と、構想するもアルゼンチン共和国売は10着と大敗。4連覇がかかったステイヤーズステークスに出走予定だったが、右前市派行のため、出走取り消しとなる。2019年10月6日の京都大商店で、復帰するも16着。続くステイヤーズステークスでは2着と、構想し、健在ぶりを示した。その後、 再び長期休養に入り2020年10月11日の京都大賞店で復帰し17着。12月5日のスティアーツステークス13着を最後に現役を引退した。引退後は北海道ニーカップ郡ニーカップ町の優秀スタリオンステーションで種ボバとなる。以下の内容はジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。 ありがとうございます。